架空戦記は、小説、漫画等の戦記の一ジャンルである。仮想戦記もしくは、イフ戦記、バーチャル戦記などとも呼ばれる。基本的に過去の戦争に関連した歴史や、その転換点となった戦いの推移、結果が史実と異なっていたらどうなっていたであろうか、という架空の歴史を前提に描かれるものと、史実の延長線上の未来の戦争をシミュレーションする。 ものの二系統がある。前者は、日本軍が史実と異なる、第二次世界大戦で活躍する、もしくは勝利する作品で、劇画調の戦闘シーンを描いた、表紙絵で想定された若年者向けライトノベルが多い。過去の歴史を題材とした作品には、実在する、歴史的な、特に計画資料などで、もしやもするとそれが実行されていたかもしれない事件、自由。 それらに準じた作者自身の学術的歴史分析や家庭の歴史と実際の歴史を比較する比較論的結果を題材にしたものと全くの作者自身の想像によるようなものがある。前者の場合には学術的な資料的価値が高いものもあるため一概に一括りに論じることはできない。また、後者の例に多いが一時のブームに乗って ゲーム作家など異業種からの参入が相次いだことや、現実にはありえない、超兵器が登場したり、未来のテクノロジーを過去へ持ち込んだりなど、高等無形な作品も数多い。平家物語絵巻に描かれた、八島の戦いシャーナーメの差し絵に描かれた、アフラースイヤーブとナザールの戦い古代から史実を記録した戦記や、軍記物が存在しており、それを題材とした。 女子誌や、軍記物語が、語り物や講談が一定の人気を得ていた。これらの中には、説話や美談、娯楽性を高めるため史実を脚色した作品も多かった。草造誌として出版された、光越川中島軍記の一騎打ちの場面では、文章はリアリティを重視した表現であるが、がは見栄えを重視した描写となっている。近代以降は、先進各国で、 近代的な編成の軍隊が整備されたことと、本格的な軍事衝突が現実化した政治情勢だったことから、史実を描く戦争文学以外に、未来の戦争をシミュレーションする小説が登場し始めた。日本では、明治期に政治小説が流行し、国権拡張や北進論、南進論などに基づく海外遊戯を主眼とした作品も多数登場した。 その中には、西欧列強との武力衝突や、西欧同士の戦争を考慮する小説もあった。その中でも1887年に、高安亀次郎がロシアとアメリカの対立を描いた、世界列国の行末や、南進論を盛り込んだ、須藤南水、朝日正気などが、先駆けとされている。戦争の相手国は、ロシア、中国、ドイツなど時代背景や、 創作の動機により様々だった。また、南進論からアジアを舞台にした軍事小説は、押川春郎や雲の十三などにより、軍事よりも冒険小説の傾向を強くしていくなど、独自の進化を遂げた。第二次世界大戦前の昭和初期にかけては、現実味を帯びてきた日米戦争をテーマにした小説が多数刊行された。しかしこれらの作者は、 海軍少佐の福永京介をはじめとした軍人や政治活動家が自らの政治的主張を広めるために書いたものが多く、文芸作品としては概して出来が悪いと評される。乱造された作品の中には、日米双方が架空の新型兵器を次々開発して戦う、日米戦争未来機など SF 要素を持つ作品も存在し、これらが 日本 SF の一つの潮流と後の研究者から評価を受けている。日本以外でも、1897年には、ハミルトンアメリカ海軍隊の日米海戦未来域、1925年には、イギリスの元海軍情報機関員、ヘクター・シー・バイ・ウォーターによる太平洋大海戦、1930年にアメリカ陸軍少佐ジョージ・フィールディング・エリオットによる、 米国武漢の見たる日米未来戦といったものが書かれているが、日本側と同じく政治主張が主目的の作品が多く、戦争が終結すると従軍した作家が発表した戦争文学や連合軍の華々しい活躍を描いた戦争映画の影に隠れ、次第に忘れられていった。第二次大戦の敗戦後、欧米 SF の影響を強く受ける形で、日本 SF 界は、 再出発した。そのサブジャンルとして、歴史改変を扱ったものが、日本 SF 界にも早くから導入されており、初期の代表作としては、小松左京の、地には、平和を、や豊田有恒の、モンゴルの残光高木あきみつの、連合艦隊ついに勝つなどを挙げることができる。1971年には、半村亮の、戦国自衛隊が発表された。 陸上自衛隊員一個正隊が戦国時代へタイムスリップする物語で天下統一への過程が軍事シミュレーション的であった。本作は2映画化されて大ヒットしているが原作や漫画版と異なりエンターテインメント性が重視されている。豊田有恒のタイムスリップ大戦争パラレルワールド大戦争も同志校の作品であったが 太平洋戦争の時代を舞台に選んでいることで、現在の架空戦機の戦区としては、直接的なものと思われる。また、1978年に、元ナトウ軍司令官、ジョン・ハケットの、第3次世界大戦 -1985 年8月、が、ベストセラーになった。冷戦下という時代背景もあり、その後、 1970年代終わりから1980年代、初めにかけて、二見処房の第三次世界大戦シリーズを始めた数の第三次世界大戦ものが出版された。これらの作品の多くは、軍事ジャーナリストによって書かれ、SF 色はなく、近未来軍事シミュレーション小説であった。この第三次世界大戦ブームが、後の架空戦機ブームに少なからぬ影響を与えたと、 考えられる。後に、艦隊シリーズと並ぶ荒牧義尾のに、大架空戦記として扱われるようになる、要塞シリーズも、当初はこの系列に属していた。いわゆる架空戦記の講師とされるのは、檜山義明の、日本本土決戦に始まる、本土決戦三部作であろう。そして、ブームに直接火をつけたのが1988年に、出版された。 タイムスリップものの大逆転、ミッドウェイ回戦大逆転、レーテ回戦大逆転、戦艦ヤマト激闘スの大逆転シリーズである。従来の作品がタイムトラベルという SF 的ギミックをテーマにしていたのに対して、ヒヤマの作品ではタイムトラベルは歴史改変の単なる小説的手段であり、なぜタイムトラベルが起きたかという説明は、 ほとんどなく、作品は、檜山の豊富な軍事知識による、戦闘描写が主であった。SF が低迷し始めていた時期であり、新しいジャンルの可能性を見出した、出版各社は続々と同様の歴史改変ものを、出版し始めた。また、ブームの原動力とも言うべき、荒牧義雄の、艦隊シリーズが、爆発的ヒットを遂げた。やがて、 歴史改変にタイムトラベルを介さない軍事シミュレーションが主流となり、従来の SF とは一線を画した架空戦機というジャンルが成立し、架空戦機ブームが訪れる。1990年代には大量の架空戦機が出版された。SF との境界ジャンルであり、これを手掛ける SF 作家もいたが、一般には、 SF とは区別され、担い手の多くは架空戦記を専門とする作家に書かれた。彼らのほとんどはもともと架空戦記を含む SF のマニアでパソコン通信の関連フォーラムで熱心に発言していたものも少なくない。ハードカバーで刊行されることは少なく、主にのベルズと呼ばれる進化基版サイズでシリーズで発行されることが通例である。 代表的な架空戦記作家には前述の日山義明、荒牧義雄の他に、谷、甲州、川又千明、佐藤大輔、横山信義、下田影樹、霧島那智、谷常夫などがいる。ハード SF 作家の谷甲州の覇者の先人シリーズは、満州事変の直後に、北満州に大油田が発見されたことから始まり、 技術者や中堅士官の視点からの太平洋戦争の歴史改変を描き、トラクター、量産型駆逐艦、レーダーの開発など、地味ながらも緻密な設定が特徴。SF 作家の河間達明のラバウルレップ空戦録は、日本海軍の戦闘機パイロットの視点から史実とは、異なる経過をたどる太平洋戦争を描き、主人公のノルニ式双発探査戦闘機や、 烈風などの架空兵器が登場。佐藤大輔は、ボードシミュレーションゲームデザイナーを経て、作家デビューした。主な作品には、以下のシリーズがあるが、ほとんどが、未完のままとなった。横山信義は代表作、88艦隊物語、の後日談とも言うべき、鋼鉄のレバン屋さんでデビューし、以後多数の架空戦記を発表している。 1990年代のブームの時期に最も多く、架空戦記の作品を発表したのが、下田影樹、霧島那智、谷常夫である。直木賞受賞作家の下田影樹は当時タレントとしての、メディアへの露出が多く、派手な髪型服装と、ユニークな言動で人気を集めていた。ミステリー小説、電気小説などを手掛けていた下田は、ブームの初期から、 架空戦記に参入して早いペースで多数の作品を発表した。主な作品に、激烈、帝国大戦、帝国の艦隊、極光の艦隊などがある。また、諸葛孔明ら、三国史の人物が連合艦隊の提督に憑依する、広明の艦隊など突飛な設定の作品もあり、その最たるものが、長島茂雄監督率いる巨人軍が戦国時代へ、 タイムスリップする下田の真コ頂チョとも言える架空戦記、戦国の長島巨人軍である。霧島那智は、若崎県を主催とする2から4人の合作のペンネームで、合作の分業であることと若崎の業界屈指の速読即筆もあり、驚異的な出版ペースで200冊近くの架空戦記を出している。主な作品に、不鎮戦艦号奪作戦発動、大殲滅。 機動部隊ハワイ大会戦、戦艦空母ヤマトの進撃などがある。なお、霧島ナチの一員であった、隋治美法は、若い女性であり、希少な女性架空戦機作家であったことから、架空戦機界のマドンナと呼ばれた。同じく一員だった、松井久志人は、霧島ナチを脱退後、単独で、架空戦機小説を書いていたが、やがて貧窮して、ホームレスに転落。 その実体験を書いた、ホームレス作家がヒット。その後はルポルタージュを中心に活動している。海洋小説を中心に高い評価を受けた、谷常夫も、1990年代に数十冊の架空戦記を執筆している。作中に登場する艦船や兵器は非現実的な、性能のものも多いが、リアリティよりエンターテイメント性を重視した結果であろう。 なお、一冊ごとに、その構成が、気象転結にのっとっており、シリーズの途中の巻だけ読んでもほとんど問題ないのも、特徴である。主な作品に、超大本屋へ、戦艦山と、超連合艦隊、超帝国無敵艦隊、栄光の艦隊、朝鮮艦、武蔵、戦艦空母、マリシテン、朝鮮艦空母長戸改めなどがある。また SF ミステリー作家の山田正樹は、 上記の作品とは全く着眼点が異なる作品を発表している。このほか、戦国時代を扱った架空戦記作家には、霧の作人、工藤明京などがいる。1990年代中盤までは、SF ファンタジー系作品やミステリーの不振もあり、多くの書店の新書版のスペースを架空戦記が占めていた。しかし1990年代終盤には、 法話によるブームの縮小に加え新書で刊行される新本格ミステリーの人気が高まったことで棚のスペースを奪われ2000年代前半には出版社の多くが架空戦機から撤退した一部は戦国時代や三国志のシミュレーション小説に移行したがかえってそちらの方が売れなかったとも言われているしかし架空戦機から 別ジャンルの執筆や軍事アドバイザーに倶り替えしたり、デビュー前にブームを経験し、影響を受けたが、ジャンルの不振により架空戦記以外でデビューした作家が、増えたため、逆に架空戦記的な内容の作品は増加することとなった。小説の中でも、特に、ライトノベル作品では、ゼロの使い魔をはじめとする、異世界での戦乱や冒険という伝統的な、 ファンタジーに架空戦機並みの軍事設定を盛り込んだ作品が相次いで登場し若年層を中心にブームとなった一方で旧来の架空戦機も個性的なキャラクターを登場させたりカバー拍子にライトノベル調のイラストを使う作品が刊行されるなどライトノベルに接近する手法が取られたまた架空戦機の源流の一つとも言える SF においても 戦闘要請、摂風のように詳細な兵器設定を盛り込んだ作品は存在していたが、主に2000年代以降、SF、軍事設定ともに、本格的なテクノスリラーの虐殺機関や、旧来のスペースオペラを詳細な軍事設定で補強した宇宙一の無責任男、さらに、ライトノベル的な要素も組み込んだ図書館戦争など SF との境界線も、 不明確な作品が次々と発表された。なお、これらのような作品もライトノベルレーベルから刊行される場合がある。ライトノベルと SF 以外の派生はほとんどなかったが、民間軍事会社に所属する戦闘機パイロットの視点で話が進むという戦争文学に近い、定裁のスカイ・クロラシリーズが架空戦機に馴染みのない読者を中心にヒットし、 詳細な兵器描写を追求したアニメ映画が制作されたという事例もある。漫画作品においては自身の戦争体験を綴ったり史実を脚色した戦争漫画が中心だったが2000年代以降は架空戦機並みの詳細な軍事設定を取り入れた作品が登場している。超兵器を搭載した第二次大戦時の軍艦が戦う。 海洋戦記という旧来型の架空戦記に、擬人化などの萌え要素を取り入れた、青き鋼のアルペジオなどが、ヒット作となっている。書籍媒体以外でも、アニメでは架空戦記的世界観に、魔法少女ものの要素を取り入れた、ストライクウィッチーズや、過去作品をリメイクする際に膨大な軍事、兵器設定を追加した、宇宙戦艦ヤマト2199、コンピューターゲームでは、 フライトシューティングに架空戦記的ストーリーを付与したエースコンバットシリーズや地球侵略者に架空戦機張りの世界設定を与えた高機動幻想ガンパレードマーチやマブラブオルタネーティブなどのキャラクター性と架空戦機的要素を両立した作品がヒットしている。上記のように2000年代以降の架空戦機は独立したジャンルではなく SF やファンタジーと 同じく創作全般における要素、手法の一つとして利用されている。しかし、海上自衛隊のイージス護衛官が太平洋戦争時にタイムスリップする漫画、ジパングがヒットするなど、伝統的な架空戦記も一定の人気を保っている。よく取り上げられる題材としては、以下のようなものがある。もし、日本が朝鮮半島やドイツのような分断国家になっていたら、 もし大日本帝国がポツダム宣言を受諾せずアメリカのダウンフォール作戦が決行されていたらもし史実より強力な兵器核兵器等々に至るまでの開発量産に成功し実戦配備がされていたらもし史実にあった失策や失敗がなかったらもし史実にない事件が起きていたらもし史実に存在しない人物や組織 機関が誕生していたらもし史実と違った作戦を行っていたらもし史実と違った戦略、戦術を採用していたらタイムトラベルにより未来の技術や兵器、もしくはまだ現実化していない歴史に関する情報を持ち込んでいたら将来、どこかの国が崩壊、あるいは侵略してきたら題材となる時代は第二次世界大戦が 圧倒的に多いが、戦国時代や幕末、日露戦争、第一次世界大戦、冷戦期未来の戦争等を扱う作品もある。第三次世界大戦やアジアでの地域戦争といった近未来の紛争を扱った作品までも架空戦機とされることもあるが、これらの作品は1990年代の架空戦機ブーム以前から広く存在しており、 そもそも過去の歴史の改変を扱っているのではなく、起こりうる未来を扱っており、性格が全く異なるものであるとして、ポリティカルフィクションやテクノスリラーに分類する意見も強い。このジャンルは、主に70年代後半から90年代前半に流星し、軍が日本に侵攻し、自衛隊が応戦するというかなりステロタイプな内容が多かった。は、 その当時の仮想敵国が入る。なお、70年代の円高ドル安期から80年代のバブル経済期にはアメリカまでもがこれに加えられ、日本が軍の攻撃を受けるが、日本の弱体化を望むアメリカ軍は傍観する。アメリカが公共な日本を妬んで、ジャパンバッシングを武力攻撃にエスカレートさせてくるという作品が一世を風靡した。そして、バブル崩壊。 ソビエト連邦の崩壊、湾岸戦争、その後の地域紛争の多発とアメリカの圧倒的な一極支配、日米安保の事実上の軍事同盟化と日本の対米従属、さらにはアメリカ同時多発テロ事件以降の非対象戦争の時代の到来といった情勢の変化に応じて、冷戦時代のソ連教移論を背景とした作品に、 変わって、日本周辺における、低強度紛争やテロを扱った作品、紛争地域への自衛隊派遣を描いた作品などが書かれるようになっている。厳密には架空戦記に含まれないものもあるが、第二次世界大戦、太平洋戦争の逆転劇が起こった世界で、その戦後において、史実の米ソ冷戦と同じような事象が異なる、組み合わせで描かれる作品。 日本で書かれた作品の場合は以下のような展開が代表的である。なお、欧米で書かれた作品でも、米独冷戦などを描いた例がある。これらの根底にはタイムパラドックスの理論の一つである時間の自己修復作用論が存在している。これは川をせき止めて局所的に流れを変えても下流では水は元の流れへと戻ってしまうことに例え、 タイムトラベルで過去にあった事象を大きく変更させる。事象を引き起こしても、時間は元の流れに戻ろうとし、結局別の存在が似たような事件を起こしてしまうであろうというものである。代表的な作品には以下のようなものがある。架空戦記は現実の歴史を題材にしている以上、ほとんどの作品において実在した人物が登場することになる。 彼らの言動はその人物に対する著者の評価が、如実に反映されることが多いが、意図的に実像とは異なる。性格づけをされたり、単なるヒーローとやられ、役以上の描写がなされないこともある。また、現実の世界では、軍事、政治以外の分野での業績によって、名を知られている人物が、軍人や、政治家として登場する作品、逆に有名な軍人、 政治家がそれ以外の職業で登場する作品、著者の個人的な知り合いや出版社を通じて応募した読者が実名で出演する作品などもある。もちろん、こうした小説は日本国外にも存在する。中国の武教小説には架空の世界の戦乱を描いた作品もあるが、メインは武術の達人である主人公らの活躍であり、 多くは背景に留まっている。日本の架空戦記ブームに触発された大韓民国において同様のブームが生じた。当然のことながら敵対国として人気があるのは歴史的な経緯のある日本であり、いわゆる反日小説の一環としてみなされることも多い。なお、大韓民国の架空戦期事情に関しては、野平春水と大北正治の共著。 韓日戦争勃発韓国決対本の世界に詳しい解説がある。アメリカ合衆国やドイツなどでも架空戦記は出版されており一定のファンを獲得しているようである。アメリカの架空戦記で翻訳されたものではピーター・アルバーの著の第七の空母シリーズがある。世界最長の小説とされる非現実の王国では架空世界の戦争を 従軍記者の視点で描いた作品で、主人公が美少女の戦士であるなど、戦闘美少女の要素も合わせ持っている。ありがとうございます。